なんだってんだ、こんなに偽物を作って。気持ち悪い輝きだぜ。いつまでそこにいるつもりなんですか。お、私はここです。早く上がってきてください。待ってましたよ、ソニック。カオスの光を操りし者。ちょっとあっちこっち壊しちゃって悪いな。入り口が分かんなくってさ。それに急ぎの用もあるし。気にしないでいいです。ソニックドライバーの威力がデータ通りか知りたかったんで。驚きです。計算ではこの部屋までで止まるはずでした。それなのに。悪いけどみんなが帰りを待ってるんだ。二人を返してくれるかな。そんな寂しいこと言わないでくださいよ。あなたの力がデータ通りか見せてもらわないと。データデータって好きだな。そんなのどうでもいいじゃん。付き合ってもらえますね。大丈夫です、死んではいませんから。クリス、コスモ。おっと、壊そうとしないでください。一瞬にして蒸発してしまいますよ、中の二人が。私のお願いを聞いてくれないと。わかるよね。コスモの方が腫れていた。ん？それが？クリスに何をした。獣を押し付けるには体罰も必要でしょ。さあソニック、私の自信作、金と銀、金はパワー、そして銀はスピードを、それぞれ試させてもらいます。あなたの力がデータ通りなら、いい戦いができるはず。やればいいんだな。これでいいのか。そこまでじゃ、もうやめるんじゃ。ソニック、あらめっちゃんこになっとるね。これは使い物にならんとね。ごめんね、エッグドライブがさ、ちょっと計算違っちゃって。まあ時間もないし、ここらでお開きにしましょうね。ソニック、わしを悲しませるな。貴様が怒りや憎しみに飲み込まれてどうする。見なかったことにする。このまま煙の中に消えろな。二人のことなら心配無用じゃ。今頃奴がどうにかしとるじゃろう。お、